皆さんこんにちは。今日はキリンレモンスポーツセンター、あのかのオリンピックの卓球の練習会場になっているところでやろうと思います。すいません。はい、ということで今日ちょっとその広い体育館で先ほど試合をしたらどうなるのかっていうのをちょっとやっていこうかなと思います。やっぱカットマンって後ろがないとさ、そうですね、ダメだし、上がさあったらいいよ。確かに確かに結構かわいそうですね。そうっていうことなんで、まあちょっとその部分も活かして、サティオと僕が試合してその広い体育館で試合したら、まあサティオは果たして勝てるのかと。おちょっと競りそうな気はするんですけどね。僕のボール結構後ろにいる人結構取られやすいんで、意外とね。それでもどうなるかっていうのちょっと見ものかなと思いますんで、ぜひ皆さんここからの動画お楽しみに。それでは行っていこうと思います。やばいな、取られそうな気がしますね。あ、まずい。はい、よし、はい。でかし、お待ち、いい体感です。逆にね、いつも狭いところでやってるからそれに慣れちゃってるのかもしれないですかね。さっきよくは。よっしゃ、
や久しぶりにこんなに座られました。ここからちょっと僕も怒涛のパッと打ちを繰り広げようかなと思いますんで、皆さんここからというわけでジョンキジョンにされる姿をちょっと見ててください。があってくると、まあ、やりづらいし、まあ、お互いにねカットも入りやすいと思うんで、この距離感を使って、まあ、利用してた。前に落とすっていう作戦をね、ここから練ったわけなんですけど、どうでした皆さん、こう僕がいつもフルスイングしてボール打ってるボールを、査定はやっぱ下がってこう飛ぼうとするんで、そこに関してこう前に落とすようなそうですね、うん、そう最後あんまり強打っていうよりも前に落とされるやつで、そう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 、じゃ振りかぶっちゃうでしょっていう話なんですけど、
だから、まあ、その1セット取られた時とかでも冷静にこう対応してあげると、カットマンってこういう感じで崩れてしまうと思うんで、まあ、やり方としてはこういう感じかなと思います。そして僕の投げ、まあ、いつも結構ハイトスなんで、うん、試合の時変化かかるんですよね。いや本当にめっちゃ曲がります。でその変化も僕も対応しきれないっていうねっていう状況が起きてるから今こういう感じになってます。まあいいんじゃないでしょうかね。またやりましょう。まあということで、まあ、サティオがねこう広い体育館でやると強くなると。まあ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 強くなる、まあまあって感じ、はい、らしいんで、ぜひこのキリンレモンスポーツセンターに皆さんお越しいただいたいはどうですかねって話です。宣伝宣伝です。いや実際ここ今目標、まああれですね、この広い体育館でメインアリーナでやってるんですけど、まあ基本は多目的室ってもう少し小さいところでやってると思いますので、まあ皆さんぜひご利用してみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画を楽しみに。さよなら。宣伝。